で、続きありまして、一重のぬられひょんやと、やっぱ申し訳なく思ったね、リックリーさんが2対2でね、また行こうということで、で、次はやっぱり、ああ、ちょっと前ぬられひょんやったから申し訳ないなって思っとんかなと思って、で、僕も行ったんですけど、そしたらね、次はね、アジアの隅田でした。で、まあ、もう、まあ、いっか。アジアの隅田で仕方ないかなと思って、 でちょっと次あのデート誘った振られました。